どんなことがあっても普通に育ててくださいと。そして2000年4月3日、僕は地球に誕生した。アメリカでわからなかった僕のミッションが見つかった。僕のミッションはこれだ。みんなが笑っている世界を作りたい。どのような境遇にあっても、ウッディーチャンネルです。イエーイ。みんなでアインやってます。はい、はい、イエーイ。はい、今回のウッディーチャンネルは、ウッディーにとってはもうね、バリアフリーワイズショップの大先輩であるまさこさん、エンターテイナーまさこさんと大塚まみちゃん、はい、はい、で、ウッディーです。で、ウッディーの保護者です。はい、以上の4人で送らせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。パチパチ。はい、ということで2人のゲストに来ていただいたのですが、そうだな、まったり行こうかどうしようかって悩んでるんですけども、今2人とも緊張してるよね。してるよね。顔がすごく緊張してるよね。で、ウッディに至っては諦めてるよね。もうほら、何その耳塞がないのお母さんのようで。はい、そういうことで、はい、カメラは向こうです。イエイイエイイエイ。ということで分かってるようです。はい、ということで、じゃあ2人とも、そうだな、ウッディ君のことどういう風な人かなっていうの感じ。ウッディ君ってどんな感じ、初めて見た時とかどんな感じだった？うん、初めて見た時、私が喋っていいのか、ね、さんから初めて見た時は、うん、まだ緊張してて、うんうん、こう固まってるコンクリートみたいな感じの引退したこと。いやいや、なんか感じがしてて、こう、なんだろうな、ずっと緊張してコチコチになってるウッディ君がいたんで、緊張してたね。最初の頃は、ああカチコチだなと思ったんですけど、動くのも今より動けなかったのと、喋るのも今より喋れなかったのとがあって、でも今すごい喋れるようになって、すごい動けるようになって、今もう、モモンガだな。モモンガ。前はシビロコウだったもんね。どう見てもね、上の動物がね。うん、そうだったね。綺麗に空を飛んでいる感じがします。匠お姉さんが引退しちゃったんだね。うん、だいぶ前だけどね。匠お姉さんが引退しちゃったとかっていう、もうお母さんと一緒の話すんなって。でも、ごめんね、今左の脳がね、緊張マックスでこうなっちゃってるから、ごめんね。まみちゃんどう？そうですね、ウッディのその存在自体がですね、不思議すぎたの。まず不思議ちゃんだったね。どういう人なんだろうっていうのが正直な、回答になりますね。で、ウッディみたいな障害を持っている人っていうのを見たことがなかったんですよ。だから全くわからなくて、聞いても意味がよくわかんなかった。それで、お母さんが話してくれてたんだけど、それでもよく分かんなかった。それがなんか正直な回答かもしれない。なんか今のまみちゃんの おっしゃってくださったのが、一般的にやっぱりね、分かりづらいっていうことだよね、これってね。だから単にとってもハンディが重い子っていうところで収まってしまいがちになるのは無理もないなって感じだし、こうやって深くね付き合えるようになって、もう4年かな、4年5年目だよね。でここまで理解していただけたっていうところかもしれないね。でウッディも最近なんかすごいもんね、気合入ってるもんね。本当まさこさんにもね、まあ、もう最初おっしゃってた通りで固まってたよね、ウッディね。あと、まみちゃんが今言ってたように、やっぱり能量がなくて、2つの脳があってっていうのが、やっぱり私も最初分からなかったですね。どういう障害なんだろうって、初めてそのケースに出会ったので、私も最初は理解でき
あの君何をやってるの？あ、これが気になったのね。ちょっと待った。放送事故起こりました。ウティ君気になっちゃったのね。あ、わかった。あのね、残念ながらこれとこれ端子違うんだ。これスマホ違うんだ。ごめんね。そう、それにね今ね 50% あるから大丈夫。うん、そういう感じなんですよね。なんか。ウティ君ね、最近こういう行動を取るようになったの。今まではね、なんかね、自分がやろう、なんかね、気になるようなことっていうのも、ほら、今こうやってやるようになったでしょ。これすらできなかったのね。あ、そうなんだ。そう。だから、目の前がぼやけてたの。で、ぼやけてたから、おい、ちょっと待って、お前、何やってんの？エイジで始めちゃった。普通に触ってますね。あのこれ撮影中だからね。携帯はあれこれ携帯だけど今はこれ携帯違う。面白い。なんか変。ちょっと待った。言語になってる。私まで違う、ね。これ携帯違う。これこれ翻訳機。そうこれ翻訳機。今は翻訳機として使ってます。携帯は終わってからね。そっか。そうなのね、分かった分かった。はい、すいません、あの放送事故起こりましたのでカットしてください。まあそんな感じのことなんですけれども、まあ、あの今だから何か携帯が欲しいっていうふうに例えば思った。なぜか、まあ、自分のこと言われてるからだなって言って照れくさいのもあるのかもしれないし、あとは本当にもうそろそろあねえ、カトちゃんペイやってるしね、うん、なんか次のアクション取りたいって思っちゃったのが今まではそれをなんか飲み込めたんだけど、今はそういった感情を一回自分で確認取ってる感じがする。だからその感情となんかね、だからの右の脳で感情とかってあって、で左の脳って割と論理的なっていうのがあるんだけど、そこがなんか今まで離れてたからごちゃごちゃだったんだけど、最近つながり始めたらこういう行動が起きることが、でもそれは一つのね、通過点で、それを自分でコントロールできるようになるっていうことかなって思います。はい。で大丈夫？ウティ君からじゃあ二人に何か言うことある？あ、聞きたい。なんだろう。聞きたい。はいはい。はい。ちょっと待ってね。はい。みなさんは天しようないがあるとした。結構厳しい質問でごめんね。はどのようにクリアしましたか。皆さんは障害があるということを知ったとき、どのようにクリアしていきましたか。難しい質問。すごい難しい質問を言ってきたな。そうだね。あ、サッコさん、先に答えていい？どうぞ。ね、私はね、最初はすっごいまず健常者だったので、障害を持ったっていうことで、途中から障害を持ったので、ものすごい落ち込みましたよ。それで、死にたいと思いましたね。そういう時期がありました。でも私なんかいない方がいいとか、そういうマイナス面の方に考えちゃって、いない方がいいんだとか、そういうことばっかり言ったりしてたんですけど、ある日ですよ、そういうこと言っている日に、うちの母が、じゃあいなくなっちゃえばいいじゃないみたいなことを言ったんですよ。それでカッチンってなって、そういうふうに言われちゃうんだ、私なんかいなくなっちゃえばいいって言ったら、じゃあいなくなっちゃえばいいじゃないって言われたんですよ。じゃあ私全く逆のこの方向で帰ってくると思って言った言葉だったのに、止めると思ったのに、そうじゃなく、じゃあもういなくなっちゃいなさいみたいなふうに言われたので、あ、これはまずいって思ったんですよね。そういう時期がありましたね。それで、あ、こういうことを言っちゃいけないんだな
反省だって思って、うん、もう絶対言わないって思ったんですよね、うん、その時は、うんうん、で全く逆に考えるようになって、うん、あのプラスに考えよう考えようっていう風に気持ちが向くようになりましたね、うんうん、すごい、親のおかげです、うん、すごい。でもそれ乗り越えたまみちゃんもすごい、うん、まあそうですね、あのすごいかどうかわかんないんですけども、すごいと思う、すごいと思います。あそこさんは、私は乗り越えられてない気がするんで、よく言うよ、よく言う、だいぶ乗り越えてると思う。いや、私も精神障害と発達障害と2つあって、カオルコ先生に4つ障害あるって紹介されてるんですけど、そのなんだ、やっぱ精神障害があるもんだから、どうしても最初は私も障害者っていう感じじゃなくて、健常者だと思ってたんですけど、生まれつきの発達障害があって、でそれによる精神障害が途中からなっちゃって、それでやっぱ私も死にたいとか消えたいとか、もうすぐ死ぬって今でも言ってしまうんで、まみちゃんの聞いてた、すごい自分は言っちゃいけないこと言ってて本当申し訳ないなって周りに思うんですけど、乗り越えたかどうかわかんないんですけど、でも昔、何十年も前は本当に自殺未遂とかすごい繰り返して、本当に飛び降り自殺とかもしたので、で救急車に運ばれたりもしたんですけど、でもカオルコ先生とか、あのバリアフリーワークショップに出会って、退院してから出会ったんですけど、出会ってからはしなくなったんで、そういう意味では、なんだろう、マミちゃんとかウッディとか、カオルコ先生とか、いろんな人との出会いが、もちろんアニーさんとかひなさんとかトシさんとか、いろんな人との出会いが私をみどりさんとかね、変えてくれたなとは思います。前はもっと本当自分を傷つけるこう自傷行動とかが止まらなかったんで、まさこさん乗り越えてきてると思う。なんか階段登ってるなって、でも螺旋階段だから、たまにね、ぐちゃうときってね、全員あるから、全員あるから、私たちだってね、あるよね。だけどもそれをちゃんとこうやってね、乗り越えてるっていうのが一つ一つ見えるのがね、すごくなんか、なんか ね涙が出そうになる、本当。でその度ウッディが応援してる、いつも、ありがとうございます。そう、まみちゃんもありがとうございます、ウッディくんなんかある、僕の場合はとかって、ウッディはどうしてんの、あ、聞きたいな。僕の、場合は、僕の場合は、ヘクの場合にはなってるよ。僕の場合は、僕の場合は、僕の場合は、自分しかできないものを探すことにしたら、楽になりました。僕の場合は自分にしかできないことを探すことにしたら楽になりました。だそうです。そっか、それぞれね、みんなね、すごい大きなハードルがあったけれども、それを一つ一つ乗り越えていくって、これって私たち、私なんか健常なのかな、実は発達障害ちょっと入ってるんだけど、あの本当に、そうそう、ADHD ね、私の場合ね、なんだけど、でもやはり、なんていうのかな、あのオリンピック選手の方ってすごい努力されてるっていうので、あの栄冠とか栄光とかってあるけれども、こういうなんか、あの一つ何か、あの、まあ、いい意味のか悪い意味なのか、ギフトもらっちゃった人間ってのギフトがかえってなんか、あのそれを乗り越えることによって、同じかもしかしたらそれ以上の何かっていうのがきっと大きな目っていうか、神様がいるんだとしたら得られてるのかなって、母の立場からだとそういうふうに感じてます。はい、なんか偉そうですね。偉そうに言っちゃってます。絶対そうだと思う、ね、そうだよね、なんかね、あの神様のギフトって言葉がよくあるんだけど、実はこういった発達障害の方とかね、そういう精神障害とか、おっと待ったおっと待ったじゃあこれ持ってろ、はい、これ持ってろあのウッディ君、最近さちょっとさ、あのさ、こういうこと多いよね。まあいいや
ね、ギフテッドって言葉あるんだよね。ありますね。ね、はい、そう、ギフテッドって言葉すごく私大好きで、うん、そう、みんなギフトをいただいてて、それで頑張ってて、神様からしたらそれってさ、すごくね、頑張ってるなって、いつも見守っててくださってるんだなって、うん、どんな神様か分かんないけど、私たちはお笑いの、あ、じゃなかった、踊りの、ごめんね、お笑いごめん、踊りの神様、踊りの神様、グッティー、お笑いの間違えた、すいません、放送事故、うん、そんな感じかなって思ったりなんかしますが、皆さんとても緊張してて、私まで緊張しちゃったけどもてなわけで、そろそろ時間ということですが、よろしいでしょうか、うん、ウッティ君、ウッティ君、大丈夫、大丈夫、大丈夫、うん、ということで、はい、今日のウッティチャンネルゲストは、はい、大塚まみさんと市村まさこさんでした。みんなで踊っちゃおうか、せーので、せーので、なんか踊る、踊ってみる、踊るポーズ取る、せーの、ウッティチャンネルでした、イエーイ。